どうもアメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる質問に答えるコーナーをしています。今回の質問は医学科2年のものです。新下でアメリカ留学しようかと考えています。センシティブな質問をさせてください。黒人差別が今話題ですが、アメリカの医療界ではアジア人かっこ日本人差別があるのでしょうか。これはあるんじゃないですかね。まあその如実にですね、表面的に、日本人だからといって差別してくるような人っていうのは基本的にはいないし、会ったことないんですけれども、まあ、差別を何として捉えるかっていうところにもよるんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱりどれだけ人種がたくさんいようとも、やっぱそういう、まあ人種の壁みたいなものっていうのは必ずあるのかなっていうふうに思ったりはしますね。まあ、人種以外にもですね、例えば性格だったりとか、顔つきだったりとか、あるいは雰囲気だったりとか、そういうので合う合わないとか、この人やだなとかっていうふうなものが思うのと同じような感じで、人種もその一つに入るんじゃないかなっていうふうに思いますね。もちろん歴史的な背景とかそういう難しいところはあると思うんですけど、そんなの知らないですからね。で、知らない上で、まあ、そういうな、なんかその、好き嫌いみたいなものっていうのはあったりするんじゃないかなっていうふうなのは思いますね。まあ、よくあるのは、例えば、アメリカで卒業した人と海外卒業した医学部をですね、で、まあ、その採用、例えばマッチングだったりとかフェローだったりとかの採用がそのアメリカ卒業してる人の方が優位に働くとかっていうことはもちろんあると思いますよね。で、まあ、それを差別と捉えるかどうかっていうところなんですけど、なかなか難しい話ではありますよね。日本なんかよっぽど日本人ばっかりの国なので、それこそ、すごい、まあ、差別なのかどうかわからないですけれども、なかなか海外の人を雇おうとかっていう感覚っていうのは少ないんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。それは別に人種がどうこうっていうよりは、単純にあんまり慣れてないからっていうところが強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なかなか確かにこれセンシティブな問題なのかどうかわかんないですけど、言葉に詰まるというか、うまく発言できない感じのところが結構ありますね。うん、僕自身あんまり考えてなくってですね、そういう差別のこととか、まあ、差別されることに関しても、差別することに関しても考えてなくて、でまんまこんなこと言うとですね、もうそれは考えるべきだっていうふうに、おっしゃられる先生たちもいるんですよね、人たちも。で、まあ、それはまさにその通りで、多分僕がなんとなく、まあ別にあんま考えてないし関係ないからっていうこと自体あんまり良くないことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ただ人間やっぱ得意不得意っていうのがあってですね、例えば僕だったらお金の計算とか年金とかですね、タックスリターンですね、そういうのがもう本当にできないんですよ。とにかく嫌いで、もう本当にそのタックスリターンの整理をしてくれるんだったら、タックスリターンのその倍のお金払ってもいいぐらい嫌いなんですね。じゃあその会計士とかそういう、こうお金を管理してくれる人に頼めばいいじゃないかっていうふうに言われるんですけども、それもですね大変なんですよ。会計士さんに頼もうとすると、結局書類をいろいろ提出したりとか、これを埋めてくださいとかっていう依頼がブワーって山のように来るんですよね。まあ、それを終わらせてしまえばその後オートマティックに行くのかもしれないんですけれども、そこまでの過程をこう隔てるのがもう大変すぎて、まあ、そこでもうちょっとフェードアウトしちゃうんですよ。あ、もうちょっと会計士に頼むのも大変だみたいな、それぐらい嫌なんですよね。まあ、人間好き嫌いがあって、得意不得意があって、あえて別に不得意なことを無理くりやんなくてもいいっていう風な考えはあるんで、まあ、人種差別に限らずですね、さまざまな問題について、まあ、完全に傍観者じゃないけれども意識しないで考えないでやるってのはいけないんじゃないかっていう意見もありつつ、まあ、でもちょっと許してくださいと、あんまりよくわからないし興味なかったらそれに触れなくてもいいでしょっていうところも許してほしいなとは思ったりするんですけどね。はい。